第163回天皇賞春が始まります、それをお酒飲みながら売り上げ食べながらやってます。だから来週はまたあれでしょ、その NHK マイルカップ予想して。来週は荒れると思うよ、ね、荒れやすい3歳のレースだよね。だから今回はゴルゴさんが、結果、まあ7万使ってます。7万使ってます。で僕が1万5千円使ってます。サツキ賞の時借金5万円してそれを全投資したら26万9千円になったんで。いやあれ見事だったね。ああいう買い方しないとやっぱダメなんだ、ね。なんかねたまにあんだよ。ああいう時が。毎週じゃないんだよ。そうあのね全勝は無理だから、うん、はっきり言って7万円使ったってことでいいの、ゴルゴさん結局は。これははい、だからこれ7万円です。全部で7万円です。全部7万円ね。7万円、はい、1.1 万買いました。で僕は1万5千円です。いや本当にどうなるんだろう。 G1 馬が2頭しかいないんですよ。ワールドプレミアとマカ引き、うん、さあちょっと楽しもう。家族くんや親子3人が乗るレースも面白いけど、藤岡兄弟も面白いけど、オルフェの外3頭も面白いけどっていうね。さあ3分どれぐらいだろう。3分14秒っていうディアスティマの前回の14秒9っていうのがその基準になってますけど、3分13秒台出るか出ないかぐらいじゃないですか。すごいよな。やくさ結果さ、アーモンドアイ強い馬とかリスグラッシュと戦った馬たちで決まっちゃうとか、ね、いやそれ可能性ある、うん、だからカレンだろ。だからコントレールがさ負けたじゃん、うん、カレン大阪でだからあの実は三冠馬になったけどその世代どうなのっていう、はいはい、デアリングダクトっていう評価もあるけど、いやいやいや、こっからですから、うん、その通りです。もう去年3歳で4歳になってこっから強くなりますから、うん、さあ向かい風、今日は北西の風ですよ。北西どっち？大体南にスタンド向いてるから。でも六甲おろしが来るからね。スタンド側か。うん、っていうことは、3コーナー、4コーナーが向かい風っていうこと？でも第4コーナー回ったところで先頭集団についてないと、ほぼ無理だと思うんだよね。うん、そこだよね。いや、うちどうなんだろう。いや、和夫くんが、うわ、どうなん？ワクワクしますね。あ、7番いいわ。7番、来そうな雰囲気あるぞ。You can smile. ワクワクドキドキ。You can smile. 藤岡くん、2着、3着。うん。よし。前は、皆さん、行くよ。はい、乾杯。どっちかが当たればね。3分。展開もあるからね。何が逃げる？ 5 番か、ジャコマルか。お、12が出してったぞ、ディープ。打ち見ながらだな。はい、ジャコマル行くよね、5番。うん、その隊列だよね。ただゴーストも前行ったね。いや抑えた、ジャコマルも抑えたわ。え、ジャコマル、いやついていけないんだよやっぱジャコマルは。さあ皆さんが買った馬どこですか。あ、前行けなかった。福永君がなるべく前に取り付きたいと言ってたよ。でも前行きすぎると生きない馬だって。17、7、はい、どの番、この間と同じパターンで、ね、この辺がもしかしたら来るのかそれともどっから動くのかだよね、はい、うわー、オセアグレート一番後ろですよ。のりちゃんこの間すごかったな、府中で。そう、後ろからとことこ行って最後勝ったな。最初ダートかなんかで取らせてもらったけどね。今正面スタンド前です。5、9、外に12、あ、いいとこだ。やっぱスタミナ勝負に行くよ。カレンちゃんも、あ、いいとこだね。カレンブゲドルめちゃくちゃ良くない。ああ、アリストテレスでここ坂ですよ、より前に行きたいような坂、ゆっくりだからと言ってたからね。ゆっくりだから、この後ろの方の後続のさ、うん、馬たちが動くのは向こう上面。いや、アリストテレスはやっぱディープボンドマークしてるよね。ゆういちくんどこにいるんだい、ワールドプレミア。でもばらけてるから外は出しやすいから、はい、こっから動いていく馬もいるよ。ジャコマルがどうするか。9
気持ち大きくじゃないですか。全く聞こえないんで。はい。OK。ディープボンドはスタミナ勝負持っていくので、うん、なんか硬い感じない？アリストレスどう？で、1番、いいとこにいるわ。あ、ウィン・マリリンが前行けなかったんだ。いや、カレンちゃんがいいよ。ちょうどいいとこだよ。行ったぞ、オセアグレート。ノリちゃん行ったぞ。そこについていかない、竹内だ。内回り、内回り。はい、12が行った。12行ったよ。1ついていけ。1ついていけ。ワールドプレミア、そう、アリストテレスに並んでいけ。あ、カレンちゃんだ。カレンちゃんだろ、これ。どうだ、カレンちゃんだよ、カレンちゃんだよ。カレンちゃんだ。1行け。1行け。カレンちゃんだ、カレンちゃんだ。1行け。1。カレンちゃんだ。1。1来た。1行け。1来た。1来い。来い。よし。そしてなんか来い。なんか来い。うわ、そのままか。硬いか。よし、当たった。それは、頑張れ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 、おぉ、硬い硬い1、10に多分3番ぐらいしかついてない、3番しかついてないよ。ワイド、うわぁ、はぁ、1来たけど、持ってやつけど、全く、あれなかったな。あれなかった。いや、もう。いやー。ただでもよく来たね。いやー。ワールドプレミア。ワールドプレミア。あれワールドプレミア。いや、配当は低いけども。いや、読み切ったね。すごい。うまい。福永君。ワールドプレミア。乗り換わり。おめでとう。素晴らしい。だけど硬い。硬い。やっぱ3、カレンブーケドル来んな。うまいな。硬い。あそこから来られると無理だな。硬い。あそこからかぶせられたらダメだな。喫下勝馬が強かったよ。ウィン・マリリンが惜しかったんだね。そう。5着、もしかしたら行ったのかな、ね。ウィン・マリリン5着、ね。5番も頑張ったね。やっぱ結局人気上位だね。うん。だね、まあオーソリティはなかったね。やっぱ外枠ないでしょ。やっぱ輸送難しいよ。輸送の関東馬はきついね。だからうちでいい位置取れたカレンブーケドールがレコード3分14秒ね。えっていうことはこの間ディアスティマの3分14秒9がレコードだったんだ。いや、レコードや、そうだよ。っていうことはディアスティマがこの間ぐらいのペースでは行ってるんだね、うん、さあ皆さんどうでしたか。どうだった、ディアスティマ、これ残念ながら15,000円。はい、皐月賞に続いて当たりましたが、配当は大したことはございませんが、まあ、配当見てからお別れしましょうか。多分3倍4倍ついてないでしょ。3倍ぐらいでしょ。7万使って3万ぐらいじゃないですか。 2万8000とかそのぐらいじゃないですか。 3.6 倍ぐらいですかね。よしよし、まあでも取ったからいいよ。ワールドプレミアね、ね、いい馬体ですから。よかった、馬体診断に、ギャロップ馬体診断に間違いなかった。よかった、穴は全く来なかったね。穴来てないね。まあそれだけです。さあ配当は、はい、出ました、五郎さん、360円ということですね。はい、あ、3連複2000円、40円。3連単が11,490円。7万円使って36,000円だから、ほぼ半分ですよ、レースさん。毎週 YouTube は出しますので、ぜひ参考にしてください。ということで、第163回の春の天皇賞終わりました。最終レース、楽しみます。はい、ありがとうございました。